皆さんこんばんは、ワイトです、今日はですね、先日、DDD ライブというね、イベントを、企画してやったんですけど、そのライブで、たくさん、ご来場いただいた、方々にですね、プレゼントをいただいたのでそれをちょっと今日開封していこうかなと、その全部ね開封できないんですけど、ちょっと、見てもらいたいんですよ。で、あとね、ポップアップストアも次の日に、僕ね、一回下見には行ってたんですけど、現地に実際ね、買いには行ってなかったので、そのイベントの次の日に、配信者のみんなと一緒にポップアップストアに遊びに行かせていただいて、何買ったのみたいなものをみんなに見せようかなって思います。じゃあ、早速、なんかね、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いのがあって、めっちゃ可愛い、ライトさんエッチャーとかってます。これちょっとカメラのね、僕の画質が悪いんで、ちょっとね、これなんなの、お菓子だと思うんですけど、あ、紅茶とパンケーキみたいなやつ、めちゃくちゃうまそうですね。いただきます。ありがとうございます。なんだこれ、何ですか。お、信州ですかね、信州ぶどう、めちゃくちゃうまそう。これはガブ飲みしたいですね。僕ブドウ大好きなんですけど。ありがとうございます。みんなこれどこで見つけてるの。あ、お手紙も、お手紙も入ってます。ありがとうございます。あとは戦うマヌカハ、これは蜂蜜の飴玉ですね、多分これね、美味しい。ありがとうございます。健康気遣ってくれて本当にありがとう。だからね、本当にありがとうね。次は、これめっちゃすごいよ。なんか、どこのホテルですかみたいな感じの、すごいおしゃんな。あ、皆様って書いてある。あ、これ大丈夫、サウナーの皆様、テラゾーさん、ライツさん、テラゾーさん、かけまるさん。じゃあみんなでやってたもん、これ。これみんなで食べる。僕の、これ一応僕だけのやつでね、多分あれだったんですけど、あ、なんだ、開けていいのか。グーテデロワノワール、これだけじゃ、品名だけじゃね、ちょっと、パッと想像つかないですが、名称はチョコレートラスク。あ、ラスクですね、これラスク、楽しみです。ありがとうございます。うわ、何これ。え、次はですね、ライトくんへって書いてある。これは、これビームスって、もしかして服、ライト服持ってないんですからね、あんま。うわ、え、あら、あら、まあ、かわいい、かわいいですよ、みんな見て、たぶん見て、かわいいわ。秘境みたいなイラストで描いてます。かわいい、ありがとう。ライトさんへ、すっごいですよこれ、ライトさんへお手紙と、家族え、アンドザフライト家族をプレゼントしてくれるんです、これは。特に、なんだこれ、あ、お菓子なんだ。スナック菓子って書いてますよ、スナック菓子が。すっごいデザインじゃんこれ。あと、わ、飴、美味しそうな飴、ありがとうございます。みんなありがとう、本当にありがとうね。どんどん行こう。すごいわ、もう僕の生活のこと考えてる。ゴロゴロ野菜と、豚ひき肉の大盛りカレー。あ、もう大盛りがね、好きなんですよ。え、何まであんの。え、なんてレトルトであるんだ。あ、無印良品の食べ物らしいです。ありがとうございます。僕嫌いな食べ物ないので全部食べます。
スリーって言うのかな、スリー。ライト3円開けちゃっていいんですか、これ。ライト3へ、ライブ、お菓子にまで書いてくれてるよ、見てこれ。これね、ライト3へ、ライブお疲れ様でしたって。これ、こんなデザインがされてるわけじゃないですか、これ。すごい、袋と同じような、なんか、色使いに合わせて字書いてくれてる、これ。あ、なんか、裏が全部英語で、外国で買ってきてくれたんですかね、これ。じゃがりこも。じゃがりこも、ありがとう。あ、お手紙も入ってますね。お手紙もありがとうございます。ありがとう。これは3ってなんだ、何なんだ3っていうのは。どうやって開けるんですか、開け方が難しい。なんかいい匂いする。え、あー、うわお、すごっ。フォーメンジェントリングローション、化粧水って書いてある。あら、僕もついにお化粧していい時代。え、お化粧していいってこと。嬉しいよ。やったことないけど、人生初。あ、洗顔料とか書いて、乳液って使ったことないんだけど、こっちとらずっと石鹸でね、石鹸ですよありがとうございます。え、嬉しいわ、ありがとうね。どんどん行こう、どんどん。わお、すっごい、なんかすっごいおしゃれな袋に入ってる。メッセージもね、ちょっとメッセージは見せれないんですけど、簡単に言うと PUS のライブ本当にありがとうって書いてある、ね、ありがとう、嬉しいよ、ありがとうございます。お菓子ですかね、お菓子が入ってる。嬉しい、みんな本当にありがとう。でっこ重っ、これすごいぞ。何入ってるのこれ。アイドリームみたいな、なんか英語でかっこいい字が入ってます。あ、その中にまでまたお手紙も、ありがとうございます。あ、地酒とこんにゃくの詰め合わせだって、すごっ、ありがとう、ありがとうね。すっごい、ちょっと開けると、ちょっとこれもう部屋めちゃくちゃ開いちゃう。これありがとうございます。中身をね書いてあったんで、これありがとうございます。はい、これはライトさん、ハッピーって書いて、これ開けていいか、開けちゃいます。うわ、優しい、優しすぎじゃない。出た、これ蒸気合います。いや、やっぱね、夜とかゲームとかさ、長い時間するじゃないですか。してるとやっぱね、クマがね、すっごいの、目の下が。で、僕もう毎日暗い、今電気つけてますけど、すっごい暗い中でずっとゲームとかしてるから、あの、ありがとう、本当にありがとうね。わ、お手紙まで入ってくれた。お手紙まで、ありがとうございます。いいよ、ありがとうね。わ、これは何ですか。ボノボンチョコレートですかね。お菓子にちゃんと、これはみんな見えない、お菓子にメッセージ書いてます。おめでとうございます、だって飛びユニキエス、ありがとう。カラオケバーが大好きです、嬉しいよ。わ、これはまたみんなメッセージまでくれて、ありがとうございます。みんな分かってるね、これね。今これメッセージ書いてある。もうイベント PS、 そして通常の配信までお疲れ様です、ありがとう、ありがとうね、応援してます、ありがとう、嬉しいよ、嬉しいです。お、マイセン入ってるよ、有名な。いただきます、ありがとう。はい、じゃあ次、これは服ですよ。トレーナーかな、ユニバースなテープとか、すっごいおしゃれな、ね、開けていいんかな、開けていい、かわいい、
レーナーだ。ありがとうございます。あ、まだまだ手紙、また手紙を、ありがとう。なんだこれ。バジル100、え、たこれどういうこと。バジルが育てれるの、俺こう家で卵が入ってる、卵の中からバジルが出てきた、すごい見たことないんです。お手紙まで入ってますね。お手紙までありがとうございます。これすごいな。うわ、ちょうど消えてました、ボディーソープ、ありがとう。うわ、手紙とまた一緒に、手紙もありがとうございます。あ、マヌカハニーっていうのすごい、みんなありがとうね。マヌカハニー、マヌカハニーいただきました、ありがとうございます。これはなんかみんなもう本当に配信者の、大事なもの分かってるね。ありがとうね。蒸気合いますって言ってました。うわー、お、やば、うわー、これはこれすごいぞ。これめちゃくちゃうまいんですよ、知ってます。練りウニ、ウニ醤油みたいなのってマジでうまいんですよ。これね、これだけをご飯とかにかけてマジで一杯食える。米米、ジップロックに、ありがとうね。ジップロックに入ってるよこれ、よほどうまい米なんだろうこれ。ありがとうございます。ちゃんとね、説明まで書かれてるんで、ありがとうございます。白い恋人もメッセージまで書いてあるありがとう。あれ、これは聞いたことあるぞ、6名以下メッセージまで書いてある、ありがとう。ライブ開催おめでとうございます、ありがとうね。これ何が入ってるんでしょう。あ、チョコレートが入ってる、チョコレート、ありがとうね。これは夜のゲームが進むな、みんなありがとうございます。お、はい、奥へ奥へって書いてある。これ、え、すごいよ、なんかこれ何なんでしょう。ここにね、ロマンティックギャーデンって、匂いなのかな。あ、え、これちょ、僕の、これ僕宛てなんですよ、これ僕宛てなんですよ、僕宛てなんだけど、王の缶バッジ入ってます、いいんですか、王、ありがとう。王の缶バッジをいただきました。手紙の貼り方がおしゃんね。洋菓子だって。クライナーショコバウ。バウムクーヘンか。ありがとうございます。ナイトさんです。これは、なんだろう。マジでね、これ全部はマジ時間やばいわ。あと2個にしよう。あと2個。あ、で、あと1個にしよう。あと1個。手紙も入ってます。着心地タオル、すっごいふわふわしてる、ありがとう、ありがとうね。あ、あらららら、あら、うわ美味しそう、飲むゼリー、めっちゃ美味しそうですこれ。うわ、またアイマスク入ってますよ。あ、違うわ、今度はアイじゃない、肩や、あ、え、肩、背中、ケア、ありがとうね、ありがとうございます。まだまだあるんですけど、あ、ガスイッチ、すっごいエレ感とは袋に、え、これね、串なんですけど、串だと思う、やばい、串なんだけど、ライトスターボーイって書いてある、すごいじゃないのこれ。
これもう前から用意してくれてないと無理じゃない。これなんかその日になんかさ買ってとかさ彫刻刀で彫ったわけじゃないでしょこれ。すごいよ、ありがとう。お手紙まで入ってる。はい、それではですね、これ以上やってると動画の尺がやばいので、いや本当にありがとうございました。あのいろいろ僕頑張るので、はい、よろしくお願いします。じゃあ飛び入りのグッズ紹介しようか。はい、続いてはですね飛び入りのポップスアップストアに行ってきたので実際に買いました。で何を買ったかというのをみんなに見せようかなと。いきますよ、まず1個目。あら、かわいいね。ギャンミさんが書き下ろした飛び入りのステッカーシール、シート、ステッカーシール。これかわいいね、マジかわいいよ。これマジ貼るのもったいないって思ってた。貼るのもったいない。そして、これ絶対買いたかったなっていうのは、じゃじゃん、飛びユニのトランプですよ。これはマジで欲しかった。スタンドがマジでないと。ヤミさん、よっちゃん、ジミエさん、ピカさん、ハタサコさん、カキさん、テラゾウさん、カゲマルカ、シンタロウさん、タケオさん、で、まずノスケさんに戻る。あれ？ノスケさん、あ、ノスケさんの大きい写真、これや。かわいいよ。全身が写ってるのとこのアップがまあいいよな、マジかわいいわ。てかあのね、質がいいですね、すごいしっかりした紙で、あんまり触るのもったいなく感じちゃう。2セット買えばよかったなって思うぐらい良きです。とこの前雑談配信で見せたんですけど、あ、マグカップも買ったから、マグカップ台所にあるんですけど、マグカップと、マグカップはの最強です。何飲んでも美味しい。とりあえずお茶はめっちゃうまい。あとはこの飛び入りの T シャツ、これはかわいいよ。ぜひみんなもね買ってほしいなと。じゃあこれランダム缶バッジ、人生で初めてランダム缶バッジを買いました。いやこれをまず開けていきましょう、はい、かぶりなしを狙って。まず1個目、じゃじゃん、さっくん、かわいい、かわいいですね。続いては、ライト来たんだけど、自身を引けた慎太郎さん、王が来ましたよ。ピカさん、あ、マジで被りないぞ、いいいいじゃん。あ、ヨウソロウサンダーさん、かけまるくん、ヤンミさん、ヤンミさん来ました、ヤンミさん、ドン、テラゾウさん、マジかぶりないし、え、ガチガチ勢お水色ってことは、でもこれかけまるくん、あ、でもかぶりないよ、かけまるくんの。まずは裏面から、絶対かぶってない、緑いないもん。はったさこさんでしょこれ、はい、来ました、はったさこさん、たけおさん来た。俺の運すごくない？これね、一つ紙ですよ、男の一つ紙くん。わ、これでビジュアルこっちの方ですよ。ヤンミさん、絶対かぶってない、絶対かぶってない、これ色味でわかるわ。いくよ、のつけさん、あ、これかぶったわ、かげまるくんだね。かげまるくんについてもらいました。1かぶりですね、1かぶり、1つかみで1かぶり、ありがとうございます。最後にランダムでね、ポストカード、僕これ今回だから1万いくらだった、2万円近くぐらい買ったんですけど、ポストカードがついております。それをまず見てみようか。
このポストカード最強やからね。まず1人目寺蔵さん、かっこよっ。じゃん、のすけさん、派手だねこれね。はい、やんみさん、次は、はい、宇治宮さん、誰なの最後は。畑さこさんです。かぶりなし、ありがとうございます。はい、ということでね、まあ皆さんぜひポップアップストア23日まで、10月の23日までねやってるので、ぜひ遊びに行ってもらえたらいいなと。僕もね、なんか巻き替え、てか配信者のみんながいっぱい行ってるからね、めっちゃ嬉しいですよ。会えちゃったりするやつがあるかもしれないからね、そういう人はラッキーだったねみたいな感じに思えると思いますので、ぜひね期間中にポップアップストアやっていってほしいと思います。そして僕のグッズもぜひお迎えしてもらえたら嬉しいかなと思います。それではみんな、バイバイ、またねー、おつゆにー。